こんにちは、みゆです。森です。本日は東京都西新井にあるプライベートゴルフクラブスリーツーバーさんにお邪魔しております。よろしくお願いします。森先生の出張者レッスン企画の3名の方に、今日いらっしゃっていただいておりまして、で最初に自分のレッスンの様子を見てもらって、その後お一人ずつ森先生のレッスンを受けてもらいたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。実はこの後ろ側は僕と3名の皆さんがいまして、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。どうですか今のお気持ちは。緊張無駄にあれだよね、シミュレーションゴルフのこのライトと、はい、みんなの視線が、はい、ちょっと緊張ですね。皆さんもそうですよね、きっと。ド緊張ですね。そうですよね。まあ一発ね、ちょっとこの後皆さんにもやってもらうんで、いい意味でほぐして、そう、いい意味でほぐしてください。はい、今日はですね、ラウンド中、長いクラブが特に右に行きやすいんで、あ、はい、ドライバーとかヘアライトとかをちょっと便利にやってもらおうかなっていうところで、うん、ドライバーから、はい、はい、始まりました。はい、アイアン持ってますか。ドライバー持ってもらってちょっと調子の上がってきたアイアンを準備してたんです。お願いします。お願いします。緊張してるよ、なんかしてますよ、そりゃしますよね。やっぱ右に出ましたね。大分通り、大分通りです。まあ前回多分覚えてます。前回こっちととこっち、そっちができてない。もっと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 上さん、向こうだったってことですか。そうこっちとそう、はい、そう、はい、ナイスナイスナイス。レッスンはね、持たないとできないのっていうのをちょっと自分で自覚して、はい、OK、ちょっとじゃ治んないですね。ちょっとの自覚じゃ治んない。時間ないんで、もう年末までに100人切らないといけないから、ゆっくりしてらんないよ。いや怖いよ、今日気合入っちゃった。寝てたってことですか。じゃあ本当にこう右に行っちゃう時っていうのは、もうそれですか。そう本当ただ寝てる遅れ。そうです、でここにボールがこのボールに当たらないように振ってください。 OK、 そっちの十字方向に振っていけたらね、構えます、はい、構えてこっちに振ってきたらそれ当たらないじゃないですか、うん、だからまっすぐ出そうとするとヘッドかするんですよ。はい、ちょっと右に行きやすくなる。このボールにちょっと当たんないようにしていきましょう。誰にも上がらない。もう右1回行くごとにスタート5時間ぐらいやだ。もう厳しい。今日ちょっともう厳しい。普段こんなもんで優しいのに止めてくれるのに。やっぱりね、名門校の監督は厳しいんですよ。確かにそうですよね。鬼コーチ、鬼コーチですよ。思い出しちゃったんだ。そうですよ。これで走り込んでくると。確かに。ちょっと昭和ですね。うん、OK、ナイス、ナイス。そっちに振り抜けてればいいかな。はい、まっすぐ飛ばそうとするってこうなっちゃってるから、うん、ヘッドをまっすぐ出そうとするとフェースって開いちゃうんですよ、うん、何か分かります。ヘッドまっすぐで、うん、そう、まっすぐヘッドってまっすぐ動かないんですよ。絶対ちょっとこういう半円描いたような道をたどっていくんで、だから上げていくときってまっすぐ上がっていかないですね。このまままっすぐガーッとこう上がっていくわけじゃないじゃないですか。絶対後ろに行きますからね。そこで振ってった後も後ろ行かないとスクエアに戻ってこないんで、そうそこの意識は強く持ち上げたわけです、うん、あー
きます。ここくっつけてください、ね、こうやって。あー見える分かる、うん、この腕と腕こうやって離れちゃうから見えちゃうの。ああそうだね、そうなってる、うんうんうん、くっつけないとダメですよ、くっつけないとこっちに行かないとダメ。あー分かりました、分かりました、今言ってることが。そう、こう肩上げない、うん、今からする。ここからくっつけようとした時にくっつけますって言ったら、ここ上がっちゃったらここだけで変わらないから、うん、このままこうなってるだけで、頭の位置を維持したままくっつける。ちょっと待って、今瞑想しましたね。すいません、あの一つのものしかできないんで、すいません。言ってることはわかりそう、わかんない。あざとい感じだったよ。上げて、上げて、振っていきます。振っていくよ。そうそうそう。本当に肩の位置をここから上にこうやって上げちゃダメ。そう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 。維持したままねじってあげる。ここくっつけるじゃないですか。うん、でここを必ずくっつけてあげる。OK。はい。そう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 。はい。と自然と十字方向に行く。そう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 。やってみます。はい。今ちょっと肩上がっちゃった。もう言ってると。そう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 、ね、で振り切ったり。そのままそうそうそっちに持ってったり。そこくっつけたり。それが離れてる時にちょっと右行きますね。くっついてると離れる。そう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 。くっつけ前くらいだけに限らず、ただ長くなればなるほどやっぱ遠心力が強くなる方向はなりやすい。ただドライバーは特にドライバーとかヘアとか長いからは特に意識してもらいたい。ただ理屈は全クラブ一緒。じゃあドライバーが一番こう離れやすい、そう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 クラブではあるんですね。そうそうそう。じゃあそう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 、ナイスナイスナイス、くっつきイメージはイメージしてるのは分かってもらえますか。最初のうちはなんか練習終わった後とかちょっとこの辺赤くなってるぐらいがいいですね。へえ、そう、こう左腕とかそれも結構もう焼けちゃってるかあんま分かんないけど、そうですね、やばい、早いですねやっぱり。そう、焼けよ、赤くなりやすい、練習終わった後は4月からなるから。まだ4月なのに。そうそうそう。そこをつけてあげる。そうそうそう。はい、の練習を常にする。かしこまりました。それをちょっと試して次は UTT に行きます。はい。はい、ありがとうございます。うん、はい。何でわかります。わかります。そう、結局やっぱで、ね、やっぱラウンドとかの撮影もしてて、まあ、さっきの多分あのラウンドもそうだったと思うんだけど、はいはいはい、シミュレーションのそうセカンドでウッドとか言っていて距離出したいのにこう右そうちゃうんです。そうです。ちょろちょろそう。すぐちょろします。はいはいはい、頑張ってるのでも。違います。普通に構えてそのままちょっと鏡で見ますよ、はい、今こうやって握ってるじゃないですか、うん、右手を一番下、そう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 、ちょっとその状態でやっていきましょうか。距離変えずにちょっと近くでいいですか、うん、動かない。イップス、イップス、イップスだ。イップス、イップス。滑りじゃん、滑りじゃん。そうそう、その辺り滑りして。そうそうそう、ちょっと帰る感じあるの。あ、寝てなくつけましたけど、そうそうそう、その感覚を、それで、なんて言いましょう。ありがとう。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ありがとうございました。思ったよりも自分その返す動作が感覚としてはすごい早い感じがするから、今当たってから返すんですけど、当たる前ぐらいに返すようなイメージがないと間に合わないよって。うん。うん。そう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 。確かに。だいぶ早いですね、当たってるのが。ですよね。はい。それぐらい早く返していかないと間に合わない。
感覚と、って言ってる。そう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 。しゃべってもいいですか？大丈夫大丈夫。本当？笑わないでしょ。それはわからない。何回もすでにやってますよ。あとマシンって言うんだったらちょっとこう腰が止まり始めちゃってる。あ、ポートです。そうそうそう、ちょっと前にやったこう右足こうもうくっつけましょうねって覚えてます。はい、そうそうそう、そこまで持ってってあげないと腰止まっちゃうと手だけ絶対こう先行しちゃうから絶対です開いちゃう。手にちょっとフォーカス当てちゃってるんで止まりがちなのはすぐ分かるんですけど、ちょっと気をつけてあげてみて。わかりました。あ、そう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 。で振り切ったり。はい。うん、そう。振り切っていいです。そう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 。そう、そこまで振り切れですね。止めないで。はい、頑張って。ナイスショー。ナイスショー。ナイスショー。左手投げ。左手投げ。左手ありがとうございます。あ、ありがとうございます。一気にスティックの感じで振ります。スティック。大切大切大切。そこはもう、向きになる。ちょっとずつ力んできちゃうね。そうなんです。で、その素振りも適当にやらないでちゃんと足くっつける。新しい感覚がね、手に入る。そう、そうなんですよ。あの、この年内にみゆちゃん100切りっていうプレッシャーもあるけど、森ちゃんも森ちゃんで100切らせなきゃいけないっていうプレッシャーがあるんですよ。怪我なかったら森ちゃんスクワットでしょ。そうですよね、一緒にやるべきですよね。あれ、スカートやってんだ。そうです、確かに確かに。だんだんきつくなってくるの、みゆちゃんだから。そうですよね。どうなんですか。ついにみゆちゃん脱走。次回ついにみゆちゃん脱走して、最近出ないなと思ったらちょっと逃げたと思ってます。そういうのって大体スモーブだよ。スモーブかみゆちゃん出ないからね。どんどん気に行きましょう。ほら、足かけたから。もう数秒で左右されますから、これ。じゃあいいの、10月ね。ちょっとそれで構えて目つぶってください。そのままでいきましょう。え、怖い。目つぶったまま、どしゃみになりそう。全然しまってね、でもいいの。いきます。ちょっと皆さん気をつけてくださいね。そうちょっと目つぶってハーフショットでもいいから、ちょっと後ろにしてあげると自然とトップからフィニッシュまで振れるようになってくる。ボールが見えてるからここがゴールになっちゃう、ここはあくまで通過点であってもらいたいんで、長いクラブとか特にやっぱ振り切ってあげるっていうのが大事なんですけど、やっぱボール見えちゃってるとやっぱ当てたいじゃないですか。だからそのゴールを消す。目つぶってこっちはさ、今のもよく分かったし、はい、これで右に出づらくなるのも練習していけば分かったんだけど、とはいえみゆちゃんの練習量は少ないんですよ。うん、でこれ最終的にはなると思うんだけど、うん、やっぱ10月とかまでにはちょっとなんか間に合わないかなって感覚があって、あの僕はカメラもやってて、こ
心の声的にはハーフショットでもいいからまっすぐ行ってくんないかなってこうそうハーフショットで手堅くまっすぐ行くのをちょっと教えてもらって終わってもらえると、はい、このあの撮影が楽になるなってことね。そうそうそう、なんか事故が少ない気分になります、ハーフの方が。で結局そんななんかフルで振ってる自分と飛距離変わってないじゃんみたいなのがあります。ハーフはこれでですか？当たり前です。それよく使うの？確かに。個人的にはこれでいいんですよ、うん、あのこの喧嘩でいいんですよ。変に右とか行っちゃったりちょっちゃぐらいだったらこれでいいんですよ。ほら、うん、でそのドライバーはほらティーアップするからフルショットいけると思うんだけど、やっぱ地面当たるとダフったりとかいろいろあるから、まあ、今の全然ハーフショットじゃないです。フレアバでいくと、どれ？で、多分ちょっと聞いてください。あ、そうそうそう、審査員がいますんで。じゃあ、今のはハーフショットなのってハテナって思う人は右手上げてください。3ゼロで、あの、ハテナでした。気持ちはもう、プレッシャー半分だったとかも、そのハーフかも、なんか。そうなんですか？振り幅そのことなんですか？普通に振りショットって感じです。そうなんですか？若干抑えたかなぐらい、振り幅が1割、7割、8割ぐらいの振り幅でしたね。その、なんだろうね、ハーフショットって思ってるから力感も少なくはなってるって感じです。あー、それはあるかもしれない。変わんないけど、力感が変わったみたいな。あ、それはあるかもしれない。ハーフだから別にそんな、確かにすごい似てます。なんならさっきよりもフィニッシュが深かったんですけどちょっと思いませんでした？さっきやった時この辺で止まってたのがさっきハーフショットでって言ったのが平気でこの辺までかハーフショットとは何ぞやってってすると、何ももしかして今ので十分だったら、あえて本当のハーフショットを教えなくてもそのぐらいで打てばいいじゃないですかが、もしかしていい、うん、確かに、うん、その方が安定しそう。もう一回ちょっとそのハーフショットで打って、私もうなんかの私のハーフショットよいしょ。みゆちゃん的には今のショットどうですか？まあまあまあ80点。でも僕もそういう感覚ですよ。全然あのいいショット。はい。80点。前に飛んだし。それどうする？ハーフショット。みゆちゃん的にハーフショットですか？いや普通。普通でした。ああなるほど。で私も実際振ってる時はバックスイングは肩ぐらいの位置で止めてる感覚では打ってる。へえ。さっき一緒にこうラフした時ももうずっとそう。ただ私は自分で肩ぐらいのイメージで頭の後ろまで行くの分かってるからそこで終えるっていう感じで毎回やって、結局そっちまで行っちゃう。あ、そう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 。でも確かアプローチの練習の時もここで止めるって言ってたら結局ここまで上がっちゃう。そうそうそう、ありましたよね。思ったよりもバックスイングが上がりやすい人が多い、うん、ショットは全体的にハーフショットと思ってもらえれば、うん、思う、はい。いやもう前回に引き続きちょっとやっぱ力みって言ったところがもうすでにちょっとまた力みってきちゃってたっていうところと、あとはもう返すの意味がもう、ね、ここに当たるっていう、そこはもう意識します。あと絶対毎日やります。何を？トルネードスティックお家でやります。報告してもらおうその継続するうん、可能な限りで大丈夫なんで、ちょっとそれはお願いしたいかなと。はい。ちょっと早く切れるように。はい。頑張っていきましょう。お願いします。ありがとうございます。でも先生はいつも毎日クラス触りますか？いや、もちろん。そして仕事。触ってなかったらサーボリーね。お仕事の時はもちろんですけど、お休みの時とか。休みはないです私。ディズニーに行かないんですか？ディズニーランドとか一日行った後は夜クラブ持つんですか？あ、でも学生の時はそうですね。へー、修学旅行とかも
遠征の時はこれのミニサイズ、ショートサイズがあるんですよ、この半分の長さのやつ、はい、それキャリーケースに突っ込んでちょっと海外の方に修学旅行があったんで、まあ、なかなかバッグを持っていけなかったからそれ持ってホテルであれしたりとかしてます、えちゃん、えちゃんプロだからこれがこれがプロって言うんです。ラウンド終わった後にアフターシックスとか、そういうことか。早朝ハーフしてからディズニー行って帰りにその後練習場行くと、帰りそうそう、そのまま違うのって歩いて、必ずは練習してます。ただもちろんそういう日って1日そう、まあ、8時間とか練習してたら2時間ぐらい短くはなっちゃうんですけど、でも必ず打つ、30球でもいいから打つみたいな。へえ、なんか1日100球しっかり打つで1週間空けますぐらいだったら、20球を5日間ずっとやり続けた方が絶対いいって私は思います。そうだから毎日やってたとしても昨日の今日、昨日の自分とは全然違うんで、明日はどうなるんだろうとかって思いながら練習はするんですよ。常になんか不安はある感じなんですよ。そう、だからなんか簡単な、いやいやいや、自分と戦う、かっこいい。だから一日やりしないと怖くてもなんかじっとしてられない。そうなんですね。まあそれは仕事なんであれなんですけど、多分それぐらい時間は置かないのがいい。わかりました。